聞く分けて4種類のブス、がいいます勘違いブス、ポジティブブス、ネガティブブス、卑屈ブス。私は現在25歳の卑屈ブスなんだけれども、最近本当に心の底から思うの。勘違いブスになりたーポジティブブスになりたーあ、てかあの動画を見ているブスの皆様、そもそも自分はどのブス属性に属しているのかを知りたいと思うので、それぞれのブスの思考の特徴を簡単に紹介するね自分に一番近い こういう系統の服って今まであまり着たことなかったけど似合ってるって思ってもらえたんだったらちょっと嬉しいな。ありがとうございますネガティブブス。こんなオシャレの服私に似合ってるわけないじゃん。もう店員さんたら口がうまいんだから。<laughs> 絶対似合わない。こんな服私絶対似合わない。いくつブスい営業お疲れ様です似合ってるわけないじゃん絶対似合ってないじゃん営業トークがお上手で何よりです似合ってますとか言ったらとりあえず買おうと思って言ってるんだろうけどでも私そんな簡単に買うような人間じゃないから。内心動うあざ笑ってるんでしょうわ おしゃれな服着て着飾って頑張ってね豚に真珠をポークスクスとか謎ザなってるでしょ店員さんもうやめてそういうの私に絶対しないで私に話しかけてこないでこのように4種類それぞれ違う思考回路を持ってして服を買うか買わないか決めているんですねもう一パターン見てみましょう気になっているイケメンの男の子に連絡先を聞かれた時の反応勘違いブス ポジティブブス連絡先を聞いてくれたってことは、私に全く興味がないってわけではないんだよね。やった嬉しいまずは友達になれるように頑張ろうネガティブブスこんなにさらっと連絡先聞いてくるってことは、あれだよね。どうせみんなに聞いてるって感じだよね。確かに、今度みんなで遊ぼうみたいな話とかもしてたし。うん。多分友達としてだけど、分かってたけど、分かってたけど、けどそうやって期待させるようなことをしないでほしいな。どうせ脈ないのに。 LINE の ID ってもしかして個人情報として売れるのかな金になるのかなだってこんなイケメンが正当な理由で私の連絡先は知りたいわけがないもの。こいつブースデーブとか言って私の LINE のアイコンとかみんなで晒されるのかなそれとも私の LINE のアイコンとかで勝手に出会い系サイトとか登録されてお存分に悪用されるのかなみんなで笑われるのかなあ明日から迷惑 LINE と迷惑電話が鳴り止まないはー覚悟しておかないとー！ーー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 てーー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 ーかーー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 ーこー に、自分で気づいて軌道修正しないと、もう取り返しのつかないことになります。よって話人間誰しもスタートは勘違い。物から始まる。みんな。 楽しく過ごせるると思うななんんんだだかかでみんなから愛されるのは勘違いブスかポジティブブブススなんよ勘違いブスとかは嫌われるんじゃないと思われるかもしれないけど、なんか勘違いブスって一瞬回って愛着が湧くというか、なんかちょっと多少バカにされるかもしれないけれども、なんかそこも踏まえてその人の良さになるというか、なんか可愛いじゃん必死でなんかブスなのに取り繕ってる姿とかってなんかね、それが愛着に変わったりとかもするけれども、もうブスが、謙遜して、ブスな服着て、ブスな化粧をし出したらもうだってブスじゃんもう無理じゃん どうしようもないじゃん。勘違いブス、ポジティブブス、この枠で入れるうちに何とかしとかないと、ネガティブブスにちょっと一個下がったなーと思ったら、何とか軌道修正して、もう一回ポジティブとか、あのー、勘違いの枠にも取り戻さないと、卑屈まで下がっちゃったらもうね、なかなかはい上がれないんだわーはい上がれるうちにちゃんとはい上がらないとーと思って今回はアドバイス動画として送らせていただいたんですけれども。まあでも私がこんな動画を上げたところで卑屈ラブスが何言って お前キンキンキャンキャンうるせえなぐらいにしかお前がいんだろうし別に誰かの人生に影響を与えるとかそういう子さん絶対ないと思うからね全然なんか私の動画なんか見なくても全然いいんだけどうんなんかごめんねなんか偉そうなこと言って本当にごめんねこの卑屈な物がなんか偉そうなこと言って本当に申し訳ない